ババミノルは、日本の実業家、投資家、MRT 株式会社前、代表取締役社長である、福岡県八女市出身。20歳の時、運転する車と信号機の正面衝突事故で、生死をさまよう。医師はじめ医療従事者に命を救ってもらったことで、医療界に恩返しするために、医師や医療機関医療をサポートする会社を作りたいと、考える。二千年、 東京大学出身の医師とともに、コンビニエンスストアのような医療施設というコンセプトの、セブンデイズクリニックメディカルリサーチテクノロジーに、経営参画する。2010年、当時13名の社員から上場したいと懇願されて、上場準備に入り、2014年に、マザーズ上場を果たした。この間、2012年に英国国立ウェールズ大学、 経営大学院修士課程を修了する。2016年スマートフォンによる遠隔診療健康相談サービスポケットドクターにより MRT は第1回ジャパンヘルスケアビジネスコンテストでグランプリを獲得した。2019年4月に MRT 代表取締役を退任。同年11月再生医療のテクノロジー普及を目指す。 再生医療テクノロジーを創業した。2020年1月、新型コロナウイルス感染症対策の中国武漢支援プロジェクトで、日本の医師や医療施設から集まった救援物資を中国に寄付し、日本弁理士会副会長とともに、中日中華人民共和国大使館を訪問した。東大出身医師の3分の1が登録するインターネット医局で医師不足を支援。 熱中の肖像インタビュー前編。ベンチャータイムズ h t t p s j p r イタ t a r c o m アーティクルエジピル 3NLTV に ZK201411212021 年8月14日閲覧。東大出身医師の3分の1が登録するインターネット医局で医師不足を支援。熱中の肖像インタビュー前編。 ベンチャータイムズ HTTPS j p r イタ t a r c o m アーティクルエジピル3 n レ t v に ZK201411212021 年8月14日閲覧新規上場企業の横顔 MRT ロイター通信 HTTPS j p r イタ t a r c o m アーティクル エジピルサエ n レイ TV に ZK201411212021 年8月14日閲覧。東大出身医師の3分の1が登録するインターネット医局で医師不足を支援。熱中の肖像インタビュー前編。ベンチャータイムズ h t t p s j p r イタ t a r c o m アーティクル。 エジピル 3N レ TV に ZK2014-1121-2021 年8月14日閲覧。計算賞のヘルスケアビジネスコンテスト優勝は日経クロステック。 https://crosstech. 日系 c o m d ート i ス a ッシュ a t c l e v e n t 1 5 0 3 1 5 0 0 4 2 0 3 1 6 0 0 0 0ュ p 2 0 2 1年7月28日」閲覧。経産省のヘルスケアビジネスコンテスト優勝は日経クロステック。 h t t p s c r o s t e c h n i c k e y c o m d e s ル m ラ t シュ a t c l e v e n t 1 5 0 3 1 5 0 0 4 2 0 3 1 6 0 0 0 0ュ p 7 2 0 2 1年7月28日」閲覧中国武漢支援プロジェクト日本中の医師や医療施設から救援物資と日本の思いを届けたい 再生医療テクノロジー2021年7月28日、閲覧。抗原油大使、感染対策で、日本の民間支援受け取る中日中華人民、共和国大使館2021年7月28日、閲覧。ありがとうございます。